ちっこ田島ファーム代表取締役の湯田博一です。農業とあと食品加工をやってます。農業の方は、柿栽培をメインとしまして、あとアスパラガスですとか、ミニトマトなどを栽培してます。で、食品加工に関してなんですけども、やはりこう、まあ、農家がやる食品加工ということで、もちろん地のものを使ってますし、あと、まあ、さっきほど話したミニトマトなんかをジュースにしたりとか、そういった加工もやってるんですけれども、県内の、まあ、福島県非常に美味しい果物ですとか、あと野菜とかがたくさん取れますので、そういったものを各農家さんに持ち込んでいただいて、うちの方で加工してジュースなり、まあ、ジャムなり、あとピューレですとか、まあ、そういったものに一時加工してお返しするというような仕事の方もやってます。まあ、販売までこう一貫してやるということで、特に加工品に関しては直接お客様とこうつながりを持つというのをもうずっとテーマにやってまして、そうですね、お客様にこうダイレクトメールを発信したりですとか、あとは直売会のようなものですとか、イベントなどに出展して、直接お客様にうちの良さであったりとか、まあ広くはこう南会津の良さっていうのを伝えて、お客様に買っていただいて、でその後こうまた連絡いただくっていうような形の関係をお客様とこう保てるようにということでやってます。一番美味しい時期に、今の時期はこれですよっていったものを、その時期になるとお客様にこう情報発信をするんですけれども、そうするとやっぱり毎年食べてくださってる方なんかはもう待ってましたという形でご連絡いただけますし、逆にこっちがそういうお知らせが遅くなると、あれまだ来ないけどうちにちゃんと送ってくれたなんていうご連絡をいただいたりとか、そういった形で、旬のものの時期だったりとか、食べ方がのバリエーションがこう限定されてたようなものに関しても、まあ、今風の食べ方、例えば何て言うんでしょう、新五郎っていう、こう郷土料理があるんですけども、それのこう表面に塗る十年味噌っていうのがあるんですが、そういったものも、まあ、新五郎だけではなく野菜のディップソースに使っていただいてもいいですよというような、そういうような発信の仕方、食べ方のおすすめの仕方っていうのをやってます。はい。もちろん中学校までは地元でもちろん生活してたんですけども、高校がちょっと工業系の高校で、まあ実家、まあ大会津から離れるということで、そこですね、中学校卒業してから高校を離れたというような経緯があります。もともとですね、まずは県内のいわきっていうところで生活しまして、5年間寮生活してたんですけども、でその寮生活が終わって、でまあ、学校も卒業して、その次に今度横浜の方に就職になりまして、そこでは今度発電所を作る仕事をやってました。で、まあ、発電所なので、まあ、全国いろんなところにこう仕事があって、で海外出張なんかもある中で、まあ、最初はまあ入社して数年間は国内でいろんな現場に行って、こう自社の製品をその地域の職人さんたちに手伝ってもらいながら、まあプラントですね、要は発電所にしてお客様に引き渡すというような仕事をしてたんですけれども、ある時こう出張から韓国の、確か出張だったんですけど、韓国出張から帰ってきたら、机の上に優しいスペイン語講座っていう本当に薄っぺらい小さいガイドブックみたいな本が置いてあって、で課長に、課長は何ですか、これは何ですか、あ、お前行くんだよ、言ってなかったっけ、はははは、なんて言われて、結局行くことになるんですけれども、最初3年間行けって言われて、非常にこう迷ったりもしたんですけども、まあなかなかそういう経験もできないので、行きますということで行って、海外の方と仕事をすると、要は言葉も通じないですし、文化もまるっきり違いますし、そういったところで仕事をするっていうのは非常にこういい人生経験になったなって今振り返ると、まあ思うんですけれども、まあそんな地理生活を送ってるさなか、実家の私の祖父が、ずっとこう私をこう可愛がってくれてた祖父なんですけども、がんになってしまって、
て、で一時帰国の時になんとか最後会いたいということでずっと頑張って生きててくれてたんですけども、で最後、お別れの挨拶をして、行くんですけども、チリに戻るんですけども、非常にやっぱりこう、悲しかったですよね。今思い出しても非常に悲しいんですけども、自分をこう大事に育ててくれてた人とこれが最後の別れになるだろう、今手は握ってるんですけども、これを話せばもう多分もう、二度と会えないだろうなっていうのが、実感としてある中での別れだったので、非常にこうもう泣きながらチリに帰るっていうような状態だったんですけれども、でそれからチリに行って、本当にすぐですね、もう亡くなったっていう連絡を受けて、お葬式に出れずっていうことで、こう遺言としてはこうお骨は私の父が持って、私にこうその自分の写真を、持ってほしかったっていうことがあったらしいんですけども、それは叶えることができず、そこからこう奥会津に生まれたこう何でしょうね、意味というか、そういったものをこう非常にこう感じまして、皆さんもこうそれぞれこう生まれた故郷とか場所があると思うんですけども、自分がここの場所にこの家柄に生まれたっていうのは何かこう必ず意味があるんじゃないかなっていうのは、やはりそのじいちゃんの死をきっかけに真剣に考えるようになりまして、それで帰ってこようと思ったのがきっかけなんですね。なので世界で一番遠いところに行って一番大事な人を亡くして気づかされたみたいな、いうような形でいろいろ考えて帰ってきました。帰ってこようとなって、で両親にじゃあ帰るという話を伝えたんですけども、なんで帰ってくるというあのリアクションで、そうなんだ、息子が帰るって言ってるのにそういう感じなんだってちょっとびっくりしたんですけども、要はその、そういう経緯があって帰ってくるっていうのは嬉しいけれども、何かこう自分で新たにこうやりたいっていうことがなければ帰ってきても後悔するんじゃないかっていうような、あの意図があったらしくて、そういう話になったんですけれども、で確かにそうだなと、今やってる仕事も非常に楽しいし充実もしてるしやりがいもあるんだけれども、それをやめて帰ってくるんだから、ただ単に家業を継ぐっていうでは確かにもったいないなというふうに自分としても感じまして、でじゃあ何をしようって言った時に、そのちょうどですね、その今では広く使われている言葉ですけども、六次産業化っていうのがこれから国の方としてもこう盛り上げていこうと、要は農家の人もただ農作物を作るだけじゃなくて、それを加工して、付加価値をつけて、それを販売までやりましょうというような流れが非常に動き始めてきた時だったので、今までその食品加工をやろうなんていうのはみじんも思ってないわけなんですよ。ただうちの両親が花の栽培をずっと私がこう中学高校の頃やってたんですけども、当時はその花を栽培して市場に出荷するっていうような仕事だったので、だ途中からその冬場の仕事ということで味噌の製造と販売を始めたというのが、私の中でもこれは楽しそうだなっていう思いはあったんです。っていうのが、生産者が直接消費者の方とつながるっていう姿を、自分の両親がやってるのを見て、これはなんか今までがやってるこう農業のイメージと違うなっていうのを非常にその高校生の頃感じてた記憶はあったんですね。で最初じゃあどうしようかなっていう時に、とにかくじゃあ、果物を使ってジャムとか、ジュースを作る設備を少しずつ作っていこうかなっていうのが、始まりで、うまくいくかどうかもわからないんですけど、とりあえず加工場を建てて保健所の許可 を取ってっていうのが、スタートだったんですけど、お客様にこう喜んでもらえた時っていうのは嬉しいですよね。
まあ、例えば自社販売分の商品に関してはやはりこう今ウェブショップで買っていただく方とか、あとヤフーショップとか、まあいろいろあるんですけども、ふるさと納税だったりとか口コミとかで、まあ一番最高の評価をくださったりとか、あとはその美味しかったとかそういう口コミだったりとかで、あとうち直接お客様とやり取りしてるので、電話越しだったりとかファックスだったりとか、まあいろんなあれなんですけども、美味しかったよとか、孫が喜んでくれたとか、うちの子はこの味噌じゃないと味噌汁飲まないとか、まあいろんなお声をいただくので、そういうのは非常に励みになります。はい、結構ね感じられる方多いと思うんですけど、やはりそう横浜にいる時なんかはたくさん人がいるんですけど、まあ、自分一人というか、まあすれ違う人、ただどっかにこう買い物に行くって言った時に何百人っていう人とすれ違いますけど、なんか知ってる人が変な話一人もいない。なので自分の世界だけでいいので、それが楽だなって正直思いました。なんですけど、まあ最初はそう思ってたんですけど、やはりこう休日の時とか一人で部屋に行ったりとか、何かこう一人の時間があると寂しいなって思う、寂しさの方がやっぱ大きかったかなっていうところがあって、まあどっちがいい悪いじゃないですけども、まあ逆に今度こっちに帰ってきて思うのは、やっぱりその人と人とのやっぱりつながりが非常に濃いですよね。良くも悪くも良くも悪くも、まあいい方がもちろん圧倒的に多いんですけど、まあ例えばこう買い物に行っても絶対知ってる人いるんですよ。あとはその何ですかね、例えば地域の行事だったり奉仕作業っていうのも非常に多いんですよね。なので大変だなって思うこともあったりするんですけれども、やはりそういう人とのつながりの中で生きていくっていうのが、まあ本来のこう姿なのかなって思います。自分はそう横浜にいた頃とか今思い返すと、まああの頃はなんかこう楽だったなーなんて、あそのまま向こうで生活してればもっとこう人付き合いも少なかったのかもしれないなとか思う時もあるんですけど、まあ逆にでも圧倒的に、まあこういう田舎でこうみんなこう周り知ってる人の中で生きていくっていうのはある意味こう大変だし、責任もあるし、なかなかこう自分の好きなようにできないことも多いけれども、なんかこういいなって、何がいいかって言われるといろいろありすぎて説明できないですけど、なんかいいなって思いますよね。でうちも子供3人いるんですけれども、そういうこうなんですかね、自分の子供の存在っていうのを近所の人がみんな知ってるっていう中でこう子育てできるっていうのも本当にいいなと思いますし、都会にいた頃はと比べると、あ鬱陶しいこと言い方悪いですけど、鬱陶しいって思うようなその人付き合いが実はこうそれがいいよなってまあ思いますね。だまあ自分はね、もともとこういう中学校までここにいてっていうなんで、こう体にそれが染み付いてるんで、やっぱこういうのがいいなと思いますけれども、うん、この四季がいいなっていうのもやっぱり外に出て初めて分かったというか、やはりこれずっとここにいると分かんないんですけど、例えば何でしょうね、新緑の時期のあの緑の綺麗さとか、あとね夏のあの山の感じとか、なんか虫の鳴き声とか星空の綺麗さとか、そういうのもここに住んでるともうそれが当たり前なので、うーんまあそんなもんか、いや星空綺麗だねなんてその中学生の頃とか親戚のおばちゃんとか来た時に言うんですけども、まあそうなんだって思うぐらいだったんですけども、一回こうやっぱり外に出てみると、あ本当にこれはこうこの地域の宝だなって思えるようになりました。
ちょうど震災の前の年に意を決して U ターンしてきたわけなんですけども、それが25歳の時で、よしこれから新しいことをやるんだと、食品加工をやるんだというふうに決めて、新しい加工場を作って、本当にゼロから物事を始めたんですけども、本当に孤独だったかっていうと全然そんなことはなくて、やはりいろんな方が助けてくださいましたし、もちろん家族であったりとか、近隣の知り合いの方だったりとかもそうですし、もちろん行政の方、役場の方なんかもそうですけども、たくさんの方の支えの中、本当にゼロから今の仕事を、今もまだ一生懸命いろんなことにチャレンジしてる最中なんですけども、なんとかこう軌道に乗せてこれたっていう経験を今もしてますし、これからももっと違う形でいろんな経験をしていくんだろうなと思います。私はですね、本当に良かったなと、今は幸せだなってこう思えてる自分がいるので、この奥会津に帰ってきて良かったなって本当に心から思ってるんですけれども、何もない、これを見てる高校出身の奥会津出身の皆様は、なだって帰っても仕事ないしとか何もないしって思われる方いると思うんですけれども、自分がここに生まれた意味というか、そういったものをやはり感じながら生きれるっていうのは非常に素晴らしいことだと思いますし、あと何かここでやりたいことがあるんだけど、何かこう踏ん切りがつかないっていう方もいると思います。だからそういう方にはぜひこう、どうせ迷ってるんだったら戻ってきて何か新しいことにチャレンジしてほしいなっていうふうに、皆さんよりちょっと先輩の人間として思うんです。非常に強くですね、私は自分でこういった仕事を始めて一番良かったなって思うのは、自分のちょっと先のこう未来を自分で考えて、自分で計画して、こういうふうにしていきたい、こういうふうにしていこうっていうのを自分で考えて、あとはそれをですね、私は今結婚してますので、私の妻とか、あと家族とかですね、とは話し合いながら、自分の未来を自分で決めれるというか、どうなるか分かんないですけど、非常にこうワクワクして楽しい日々を過ごせてるっていうのがやっぱり一番楽しいです。ただもちろん自分で仕事をするっていうのはいろんな面で大変な時もあるんですけれども、それとは比べ物にならないくらい今は非常に楽しい毎日を送ってます。なのでぜひ若い皆さん、次世代というか、そうですね、自分よりちょっと下の年代の人たちになると思うんですけども、そういった方たちにはぜひですね、一回この土地を離れて、いろんな経験をして、もちろんこの土地でずっと生きていくっていうのも素敵なことだと思うんですけども、何かこういずれにしても新しいことにチャレンジして、この地域を盛り上げていけるようなことに携わっていってほしいなっていう思いが非常に強いです。一人でも多くのこう若い人がですね、この動画を見て、あ、こういう人もいるんだなって思ってくれればいいなと思います。これを見てこの人に会ってみたいなと、もし思ったら連絡いただければ、会ってお話とかもできますので、ぜひ前向きにこの奥会津に帰ってくることを検討してみてください。はい、以上です。